どうも、ライオンです。ミニ四駆は車高が地面から1ミリ以上離れていなければいけないというルールがあるんですが、前回それを確かめるためにこの厚さ1ミリのプラ板がこのバンパーの下を通るかどうかチェックしたんですが、失敗しました。それにあたってこのプラ板が波打っていたのではないかという指摘を受けたので、しっかりと押さえつけてこのバンパーの下を通してみたいと思います。お気づきの方も多かったのだと思います。そもそもこのフロントアンダーガードが台形タイヤ用のものがついているんじゃないか、よく見てみくださいというふうに言われたので、ちょっと説明書の方はね紛失していたんですが、もう一個、ついていた方のフロントアンダーガードに変えてみました。おそらくこれが小径タイヤ用だと思いますが、では1ミリのプラ板このバンパーの下を通るのか。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。燃えろ地獄の使者、闇が空を